はい、どうも、グリドットでございます。じゃあ、今日はね、この男、紹介したいと思います。ブッブレス、もう一回言います。ブッブレス、これで絶対、4人ぐらい今、見るのやめました。はい、という感じで、ボラシエをね、紹介していきたいと思います。このボラシエはね、今週じゃない、前の週のフリーズかな、のイベントから、出てきた目標なんですけども、まあ注目すべきは、スキルムーブが5っていうところと、あとはね、多分役割意識が高いと低い、守りが低いっていうところかなとは思います。まあ大きくはスキルムーブ5っていうところはやっぱりね、注目してもらいたいなとは思ってます。はい。で、選手能力なんですけども、まあ、ペース、シュート、パス、ドリブル、フィジカル。まあ、攻撃の面に関しては、もう、何も言うことないというか、まあ、何でもできるよ、みたいな感じですね。で、突出すべきところは、シュート力が99あると。何もせず99あると。で、あとは、まあ、ドリブルもね、ある程度できる。あと、スキルムーブ5っていうところで、あと、選手特性がね、彼ら身のこなしっていうところなので、まあ、ある程度ね、割と巨漢ではあるんですけども、彼に、細かく動けるのかなって、思ってました。はい。思ってます。ました。連携スタイルを、いろいろと試したんですけども、一番いいのが、フォークかなと思ってます。まあ、理由に関しては、まあ、この後の、試合動画で、説明はするんですけども、ドリブルとパスとかに振ったとしても、あまりね、良くはなんなかったっていうイメージでした。正直。だったら、シュート力とか、ペース、あとフィジカルですね。本当にフィジカル、この選手強い選手なので、ここを上げとくとかなり強くなると思ってます。個人的にはめちゃめちゃいいと思います。これフィジカル上げるの、この選手に関しては。なのでフォークにしてます。まあちょっとプレミアっていうところで、まあ国はねちょっと使いにくいですけど、プレミアっていうところである程度組みやすい選手かなとは思うので、はい。じゃ早速試合に行きたいんですが、実際に使うところといたしましては、この選手CAM で今置いてるんですけど、ポジ編とかで CF とかに置いた方がいいです。うん。前目に置いた方が必ずいいとは思うので、まあ、CF、ST、まあ、そのどっちかに置いた方が個人的にはいいかなと思います。はい。まあ、理由は、まあ、守備意識が低いからっていうのもあるんで、まあ、そこら辺をね、ちょっと動画で紹介していこうかなと思います。じゃあ早速動画行きましょう。はい、というところで試合動画を見ながらね、いいとこと悪いところ、今日もね、紹介していきたいと思います。じゃあ、まず一つ目から紹介していきます。はい、というところで一つ目、フィジカルの強さですね。まあ、あと、まあ、フィジカルの強さも相まって、まあ、ボールキープも非常にいいっていうところもかなり推しています。まあ、見ていただいてわかるんですけど、まず、取られない。L2 かな ?L2 押したらまず取られないし、あとね、なんか変なね、前の抜き方する、縦突破をするので、そこら辺もね、割とね、この選手の魅力的なところなのかなと思っています。センターバックかな、相手のセンターバックが小柄だと基本負けないっす。はい。マジで負けん。うん、なんかフィジカル弱いとね、まあ、ボール後ろから押されたりした時に取られたりとか、弾き飛ばされたりとかするんだけど、こいつマジで飛ばされん。そういうところがあってね、割とこういうね、重たい選手が好きな人にはかなりおすすめなのかなって思ったりします。うん。シュートもね、えげついものを持ってたりとかするので、基本ね、小柄な選手、今だと言うとマルキーニョスとかだったりすると、基本負けないですね。このフィジカル面はね、非常に押していいのかなと思っています。はい。で、一番ね、面白かったのがね、これ見てほしいんですけど、まあ、ガンガン行って、一人まっすぐ進んでいくんですけど、負けずに、倒れずに行って、L2 押しながら待ってたら、そのまま、マルキーノスかファールくれるというね、相手にとったら、マジでうざい選手かなって思っちゃいました。正直、ここに関しては。はい、というところで、いいとこ二つ目ですね。もうね、ここら辺は、もう能力値見たの通り、シュート力ですね。やっぱり、この選手、シュート力は、もう申し分ないっす。基本的に離れたところでも、ある程度決めてくれるっていうのはあるので、まあ、そこら辺がね、どうなるか。このえげついシュートね。このえげついシュート。
まあ、基本右足で前が空いてたら打ってもいいかなっていう感じのイメージはあります。はい。でね、割とね前が空いてたりとかすると思いっきりシュート打ったら入るっていうのがあるので、まあここら辺とかもね、まあしっかり決めてくれるシュート力持ってたりとか、うん。で紹介したいのは、まあある程度前が空いていたら打つと基本入ります。はい、ここら辺ね、うん。まあ前が空いててあそこから右でインパクト残せれば基本入るので、そこら辺も魅力的かなと思います。はい、というところで次は悪い点ですね。悪い点なんですけど、やっぱり逆足さんが気になります、こいつ。右足はね、すごい上手くていい選手なんですけど、右足、利き足じゃない逆の左足で打つと、なんかね、若干下手になるんよ。ちょっと下手になるんだよ。なんか、あれ?なんか思った感覚と違うな。なんか、ちょっとずれるなとか。ここのシュートとかね、割とね、左足打っちゃうんですけど、外しちゃうんですよね。なんか、インパクト強いだけなのかなと思いきや、今左足打ってたんで、もしかしたら、左のせいでそうなったのかもしれないです。はい、というところで、悪い点二つ目ですね。まあ、こいつ、マジで守備戦。してる風を出す、マジで。センターフォワードやからとかじゃなくてね、なんかトップ下とかに配置してたとしても、マジでね、守備姿勢今のところとかね、相手を追うような仕草はしないし、敵がね、たとえボール持ってたとしても、マジでね、こいつ守備せんのよ。ここ見て、守備という概念はないの、お前は。まあ、守備意識が低いなので、多分そこら辺がね、ちょっと関係してるのかなと思って、ここら辺はあまり良くないなと思います。なので、まあね、センターフォワードで使った方がいいっていうのはありますね。っていうところで帰ってきました。まあまとめと早速いきたいと思うんですけども、今日も5段階評価いきたいと思います。このボラシエ星3つです。っていうところでした。はい。まあ評価としては、まあ、4か3ぐらいやと思って、ただ、まあ、4になる、得るような、まあ、めちゃめちゃすごいかって言ったら別にそこまではない、まあ、平均的というか、ちょっといい選手かなぐらいだったので、星3をつけさせていただきました。まあね、本当にね、この選手、いろいろ平均的にできて、うん、なんか、本当に器用貧乏って言ったら、あれなんですけど、まあ、いろいろ器用にできる感じではありました。まあそこはペースだったりとか、まあフィジカル面は非常に高い評価しております。はい。で、オフザボールは別にそんなによく上手くて普通かな。ディフェンスに関してはもう正直やらないんで、まあフォワードに置くしかないかなって正直思っています。はい。で、シュートも7で、パス7、ドリブル7っていうところで、まあね、本当にいろいろできる選手かなとは思います。まあね、ちょっと一癖はね、ちょっとありそうな感はあるので、目標でただで取れるんやったら全然いいかなって思うんですよ。フィジカルがね、割とね、この選手いいので、ジャンプ力もあるので、まあ、競りも勝つし、足も速いし、割と使える選手かなっていうのは個人的に思ったりします。ウィーク、まあ、比較するならば、ルカクの上位互換的なみたいな感じで思いました。うん。ポジションはね、とりあえず、あのトップ下とかミッドフィルダーでは正直使えないので、うん、CF、ST、まあそのどっちかで使う方がベターかなって個人的には思いました。というところで、ボラシエ。皆さんもね、あと残り4日とか5日なんですけども、まあ全然取れるとは思うので、もう欲しい方はぜひぜひこの動画を参考に撮ってください。まあね、もしよければ高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、そういうところでお疲れ様でーす。